JOBBB274 動画へつづるよっちゃんのお料理コーナー、今週はわらび山菜ご飯の作り方をご紹介いたします。お相手は私バンバテッペイとよっちゃんです。皆さん今週もよろしくお願いします。材料は4人分を想定しております。はい、米3合、ゆでたわらびが 180g、 油揚げ1枚 50g、 だし汁が3カップ、醤油が大さじ 2.5杯、酒大さじ2杯、みりん小さじ2杯、かつお節が適量です。それでは調理入っていきましょうか。はい、まず油揚げを2つに切りまして、油抜きをしますので熱湯をかけてください。はい、ざるに揚げまして、2センチぐらいの長さに細切りにします。これ栃木県出流原点池の吉越豆腐です ね、 そうですね。はい、茹でたわらびを3センチぐらいの長さに、切ってください。京都府総羅郡和塚町のわらびです。はい、炊飯器に内釜にお米を入れまして、洗ったお米ですよ。わらび、油揚げ、だし汁を入れます。で、醤油、酒、みりんを入れまして軽く、混ぜてください。はい、でこれから、炊飯器で炊きます。普通の白米モードで、炊いてください。はい、出来上がりまして軽く混ぜてください。はい、食べる時に鰹節を軽くかけますと美味しいです。ご視聴ありがとうございました。